青年のための読書クラブは、桜場和樹の連作短編小説作品。また、漫画家作品が2008年5月8日より、ヤフーコミック内、フレックスコミフレアにおいて連載された。作画は、高橋真子。最初の章である、カラスマベニコレ愛事件が、小説新潮2006年10月号に掲載され、終章にあたる、ハビトゥスプラティークが、 小説新潮2007年5月号に掲載される。その後、聖女マリアナ消失事件、奇妙な旅人、一番性が書き下ろしにより過失され、2007年6月に新潮社から刊行される。2008年大学読書人、対象4位。この小説は、名門女学校を舞台にしており、学園の生死からは削除された。 真事件や変わった出来事を1919 19年から2019年の100年にかけて読書クラブによって受け継がれ書かれてきた秘密のクラブ誌という体裁が取られている。学園の100年にわたる裏の歴史が描かれる一方で日本の同時代の社会情勢や歴史も所々で挿入される。読書クラブに集まる少女たちは学園における遺憾で、 少女たちの一認証が僕であるのも一つの特徴である。1969年、名門女学校、聖マリアナ女学園に大阪の下町からカラスマベニコは転入してくる。ベニコは容姿こそ美しかったが、庶民の育ちであり、学園の少女たちとは、生まれも育ちも違い、受け入れられなかった。あちこちのクラブで妻じきにされたベニコは、最後に、学園の南、 崩れかけた赤レンガビルの3階にある読書クラブにたどり着く。そこは異業の少女たちのサロンであった。部長であるセオアザミはベニコンを受け入れ、ある計画のためにベニコを利用する。1919年、学園の創設者である聖マリアナがパリから単身来日する。教育と伝道のためマリアナは日本中を東西奔走し、 ついに学園創立にこぎつける。マリアナは、以後40年にわたり、関東大震災や太平洋戦争の災下を、くぐり抜け、学園を守ってきたが1959年の冬、突如として学園から失踪する。マリアナには、兄の死をめぐり、ある大きな秘密があった。1989年。世相はバブル景気による公共で、学園にはこれまでの両家の死女とは明らかに違う。 生徒が増えつつあった。読書クラブもベビーブームと後継機による入学者数の増加により部員を増やしており、クラブ史上最も活気のある時代であった。そんな中、これまで西の官邸、貴族院と呼ばれ、半ば聖域と化していた生徒会でクーデターが発生し、生徒会はハウスミュージックと共にやってきたセンスを持った娘たちにより乗っ取られ、六本木化される。 最初は傍観していた読書クラブであったが、やがてこの生徒会内部の構想に巻き込まれることとなる。2009年、学園は少子化により、生徒が減少し、系列男子校との合併も噂されていた。読書クラブは相変わらず、崩れかけた赤レンガビルに集まり、静かに読書をしていたが人員は6人となっていた。この年の部員、山口勲佐よは、 鮮やかな赤毛とハーフらしいくっきりとした目鼻立ち、元白爵家という血筋から本来ならば生徒会で、学園の権力を欲しいままにできる立場であったが、親友である加藤林子について読書クラブに加入する。ある日十五夜は、部室の机の引き出しから、古いイチゴの香水を発見する。その匂いを嗅いだ次の瞬間、引っ込み事案だった十五夜は、 それまでとは全く別人のように変化する。読書クラブを飛び出した十五夜は、軽音楽部へ入部。ロックバンドを結成しやがて学園のロックスターとなる。2019年。さらに、学園の生徒は減少し、翌年に、系列団志向との合併が決定する。読書クラブはとうとう部員が一人となり、さらに老朽化による取り壊しが決定した赤レンガビルから強制退去させられる。 その頃、学園では少女たちがシスターに没収された携帯電話やデジタルオーディオプレイヤーがいつの間にか本人の手元に戻っているという事件が起こる。戻ってきた品々にはブーゲンビリアの花が添えられていたため、回答は通称ブーゲンビリアの君と呼ばれていた。最後の読書クラブ部員、サミダレエエンはその事件の評判とブーゲンビリアの君の人気を聞き驚愕する。 ウユゲンビリアの君の正体は、サミダレーエン本人であった。各章の冒頭部には、古典から引用された一文があり、それが、各章における一つのテーマとなっている、架空の文献である。ありがとうございます。